明日入るって教えてくれたんですけど、そうなんか多くて いつも以上に報告多くてびっくりした。えマジでない、ちょっと待ってね、明日公園見に行く、多くない、嬉しい、待ってます、みっちゃん気になってます。本当ですか、キャーそう明日美咲と初めてそう公園出るんですよね。で美咲と一緒にポモポモプリン行ってきて、ジオンもいたんですけど、カフェオレクマさんありがとうそう3日前さショールームさしようと思って入れたんだけど、なんか練習入っちゃってちょっと、早く公園行きたいのに行けなくて、来てほしい明日楽しみ、やった、たくさんね来てくれる人多いみたいで、ちょっと生誕祭かなってなってましたそういつも以上に多くてびっくりした。みんな楽しみにしてるみたいだね。リョッキーさん花びらありがとう、おじいさんハートありがとう。明日会いに来たかったって来るやん今年2回目の生誕祭そんな感じ。そうたくさんね完璧作って嬉しい。カンペってなんかあれですか、ピラピラのやつですかね。ドンブラコファミリーって私なんですか、お父さんですか皆さんね結構ねどこポジって聞かれるんですけど、明日の楽しみですね。そうでもすごいね楽しみにしてたんで、今日を今日じゃない明日をうらちゃん星ありがとう。最近塩から、そうなんですよ、お姉ちゃんが東京からやってきてあの塩辛とサメ軟骨使ってきてくれて、昨日夜めっちゃ食べてました。でおっきいさん、あきくんレインボースターありがとう。昨日グッドスプーン行った。お何食べたの、今年中にわちゃん見られれば。いや本当に来てくださいね、初見です、いらっしゃい。そう TMM にもねいっぱいこう映れるようにいい顔しようと思ってますお、キャンセル待ち、入ったらいいね、ちょっと期待してます。大会金賞取った、え何の大会、すごいね。そんな私なんか決勝に行かないくらいのレベルまでしか行ったことなくて、昔陸上やってたんですけど、決勝大会まで行かずの手前で終わっちゃったりとかしたから、金賞とかすごいな。明日何の公演ですか、あのミルビーアイドル公演で研究生公演です、 NMB48。 え何このリョッキーさんお花ありがとう。えグラントスプーンもっちゃんの直筆だって嬉しい、なんか嬉しいんですかねえ何の種目、短距離です。でもそんな胸張って言えるほど速いってわけではないので、夜行バスで大阪に来ますって嬉しい、来てね、気をつけて来てください。あこちゃんありがとう、くまさん
そうなのちゃん、ちょっとミッツェルをね、あの東京から買ってきてもらおうと思ったけど、そういえば梅田にあるじゃんと思って、今日ポムポムプリンに行ったのでジオンと買ってきました。ジオンもねちょっとね量が少ないやつ買ったんだけど、そう私的やっぱりラフランスが一番美味しくて、ハッピーチのうちは持ってっから、来てくれるの嬉しい。待って、タワー立てた、びっくりした言ってよ、カズくんじゃん。ちょっと待って、紙ノートがないよね。ノート知らない、しまった、どこに、だめ、違う、こっち、カフェはね、クマさんありがとう。これもタワー、ちょっと待って、タワー祭りやねんけど、どこ、2段目、これ、あった、これじゃない、これじゃない、ちょっとごめんなさいねタワーが立ったわっておもろあ、これペンどこだろう、ノート知らないで自分の確かに久しぶりに配信来れた、ありがとう、来てくれて、全然やってない気がしますね最近、ごめんなさい本当に。ジュンジュンタコありがとう。今なんか NNB の期間らしいですね、ショールーム。今日美咲がもっちゃんショールームしてよって言ってきて、何のことって思ったら、なんかアバターみたいなのがもらえるらしくて、もらいたいからショールームしてって言ってきて、可愛いするって言っときましたカフェオレと家族ね、熊田はありがとう。もうなんかもう明日来ちゃうんだっていう感じですね、早いなって、時の流れは早いですねやっぱり何の話、よし、まずカフェオレから、カフェオレありがとう、わざわざありがとうございます。カズくん東京タワーじゃない、もしかしてスカイツリーかな、結局これわかんないんですよね、ね、お話かい、わかる、早くしたい、何の日でもないですよ、生誕祭って言ったのはふざけて言ってました、あの本当に違うので、東京タワーかな、スカイツリーだったらごめんなさいいやー明日早いな、ちょっと緊張する、もう早く行って早く練習しようと思って、あ、風船割りました風船お姉ちゃんが割りました、ちゃんと、もうね家が風船だらけでやばくって、そうちょっと最後のダンジョンの時にまた見せますね。カズくんタワーありがとう、またこれ見せるね、ありがとう、よしひらさんガルマありがとう、お姉ちゃんいくつだって、20歳、20歳です。クマ10匹？ちょっと待って、なんだろう、待って、またタワー当たった、なんで、マジで何の日でもないよ、ちょっと待って、追いついてないんかな、ニロちゃん待って、マジでめっちゃ今日配信短いからさ、そんないいですよ、全然誕生日じゃないです、もう一回グッドスプーン来た、マジで美味しいですよね、でも本当におすすめです、都市開発うまいこと言いますねニロちゃん
皆さんグッドスプーン行きましたか？結構インスタグラムで載せてもらってたんですけど、見てくれましたかね。いや、なんかそう、ファンの方とかも話しかけてくださるんですけど、あの店員さんがめちゃくちゃ優しくて、なんかジオンがチーズ苦手みたいな、チーズとティーを抜きにしてて、それであの全部覚えててくれたりして、あとなんかシンプルにあのももかさんって呼ばれることがちょっと初めてと言いますか、なかなかないので新鮮ですね。なんかもうほんと美味しくて、めっちゃなんか終わっても通っちゃいそうです。みおちゃんありがとう。このカエルはアイコンのアバターですありがとうありがとう。ももかさんももかさん笑ってきてるけど大丈夫全然笑じゃないよ皆さんギフトありがとうございます。そう、今日ね、夜ご飯っていうか夕ご飯もジオンとお姉ちゃんと食べてきたんですよ。まだでも夜ご飯食べてないです。店員さん美人、わかるわかる。え、5回行った、やば、記録更新だよ絶対。初めて来た、ありがとう。ももかさん草ってなんでなんでな。そう、そう、13歳の2人とポムポムプリン行って、やっぱ一番話すのは私ですね。もうずっと話してる、もうごめんなさいって感じですねで、美咲がやっぱり落ち着いてるから、そう、ジオンとなんかマシンガントークみたいな美咲をこうグッて、美咲ね、初めて美咲とどっか行きました。そう、私お姉ちゃんしてました。今日はしんちゃんだるまありがとう。ちょ、コメントめっちゃ流れるの早いや。話すの好き、そう、話すの好きだからこうお話し会とかめっちゃやりたいんですけど、 MC とかはちょっと全然下手くそなんですけど、グッドスプーンのおすすめなんだろうな。え、でも個人的美味しかったのはやっぱりラビトロハンバーグですかね。なんかココナさんのもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、なんかお腹を満たすっていうサラダとかもついてるからいい感じに食べれますね。全部おすすめです。でも飲み物は、いや、ベリーとちょっと迷いどころなんですけど、ブドウのやつが美味しかったな。全部リュイナさんじゃない、もしかしてブドウ本当に美味しかった。でもベリーもめっちゃおすすめしたい。私ちょっと好き嫌いがあって食べれないのとかもあったんですけど、あの飲み物とかでマンゴーとかが苦手で。ねえ、美咲と並んで年下に見られて、え、本当になんか美咲が今日キャリーケース持ってたんですよ。で、なんかキャリーケース持っていいよとか言われて、私何歳だと思われてんのかなと思って持っていいよ、でも持ちたそうな顔したんかなと思ってコースター、美咲ちゃん、ゆななふわりん当たった、おー、7期生コンボ、ゆうとくまさんありがとう。いや、早く塩辛販売したいですね。でもなんか、食べますか皆さん、でも本当にあ、チーズダメな方はなんかソーダに変更できるんですよ。まあ、それだったらちょっとコラボではなくなっちゃうかもしれないんですけど、でもコースターとかも多分ついてくると思うので行ってみてください。パプリカめっちゃ大好き、めっちゃ大好き。ジオンがパプリカ食べれないって言ったからもらいました。
荷物持ち腐って、おいそういうことか。スモツなんだそれ。あ、増えて嬉しかった、ありがとうね。ちょっと待って、早い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 、ハートありがとう、ゆきくん。あ、でもね、デザートまで行くのにお腹がめっちゃいっぱいで、あの1回目にマリンさんの欲張って食べたんですけど、ちょっとあのイカ水なんですよ私、ちょっと出る時もなんかお腹がお腹がってやって出ました。全員パプリカ食べなかった、めっちゃ美味しいのにもったいないな。でも横浜のどこだっけ、みなとみらいも行きたいなと思って、多分行けないな、でも東京に帰る時間がなかなかないなと思って行きたいんですけども、お姉ちゃんは行くらしいですふ横浜景色わかる。じゅん、あ、ありがとう。みなとみらいめっちゃ混んでたって。島城、あきくん、ハートありがとう。お、関東民、そうだね、関東民は横浜に行くべし。いいね、関東。持ちネタ遭遇目指して、やめてやめて。お豆に癒されてるって嬉しい、ありがとう。最近結構ね、なんかもうめっちゃどうでもいいことばっか送ってる気がする。でも写真とか結構こだわって送ってたりしてるから、そう、ブログはちょっと最近更新してて、今日も更新して3日連続で更新しようと思ってるんですけど、なんか極端ですよね、いきなり週間空いたりとかするから、ちょっと頑張ってね、あのちゃんとねやろうと思って。じゅんじゅん、だるまありがとう。しんちゃん、リーダー、ハートありがとう。地方の方はこう大阪とか東京に来た際に食べてみてください。待って関係ない話題って言われてる。ハートめっちゃ言いに来るよ。ちょっと衣装の写真、そう衣装ね、ノーサンキューの衣装をまだブログで公開してないんですけど、全身写真とか、またタワー当たった、もう何の卑怯ありがとう、明日頑張れ、明日頑張れってことか、うん、ありがとう。もう明日はノーミスですね、これは。ん、すごい、頑張れってことですね。カリコさん、ハートありがとう。グッズが届かん、セーターアンティとかかな、違ったらごめん。あ、でもなんかナンバトルの缶バッジがちょっと漏れててお姉ちゃんが家に持って帰って、なんかもし私が10年後とかにやめて家に帰ってきた時にグッズ大量になったら面白いねって言って、可愛いところだけ買って帰るらしいですちょっとあのナンバトゥのね、多分色合いとかがちょっとブルーがちょっと似合ってるのかな、わかんないんだけど、缶バッジめっちゃ漏れてるから見てください、みんなさんそうだから家に飾るみたいです。絶対みんな私のこと好きや。あとね、個別写真もね買ってね、また収納するらしい私が気に入ったやつだけこうボールペンは買うのってボールペンね、なんかねずっと笑ってくるんだよね。一本あってもいいんじゃん。確かに、どこに飾るの？電話の横とか電話のあのピンポンしてきてさ、あのちょっと待って、ちょっと待って、かっこく
カリコさんありがとう、歌はイエーイ、キルキルありがとうございます。最後に皆さん全部見せますね。ありがとう。ボールペン買ったって本当に使ってくれる？なんかみんな学校で使いたいけどなんか恥ずかしいって言ってこられる方がいるんですけど、ちょっと恥ずかしいって言われる私は何なんでしょう。確かに恥ずかしいですよね。そうでもちょっと話が戻っちゃうんですけど、あの明日はねユナとねなんと出れるんですよ。そうでユナとめっちゃ喜んでたんですけど、ユナと一緒に出れるんでねちょっとめっちゃ楽しみですね。あの生誕祭以来ですね、あのコハタンの生誕祭以来で、あれは踊ってなかったんで、ちょっとユナとダンスしてこうポジションっていうんですか、出れるのは楽しみですね。そう同じポジションだったんで、なんだっけモチニャンじゃなくて、なんだっけモツなん、ちょっとわかんなモチャなモチャなんだ、モチャな、ま、ずっと忘れちゃう、これなんでだろう。モチャなん推しの方もいるのかな嬉しい、ユナと出れるの。モチャなモチャな忘れたからみんなDMM のねちゃんといっぱい映ろうと思って、ちょっといい顔しようと思ってルンルンルン、 DMM 最善で絶対ねカリコアゴちゃんありがとう。え、これもタワーなんだっけ、違うっけ、どうだっけ、タワー、タワーですか、ありがとう。ちょっと本当に皆さん明日頑張りがすごいと思うんですけど、それもタワー、桜みたいなのどう、あ、そうなんだ、あ、そっか、なんか前くれたの。私のノートがもう終わりよ。なんかポーズ、イエーイピースでいいんかな、平風以来の祭りって恥ずかしい、ちょっとあれいくら聞いても、生誕祭の時にさ、あの平風とか書いてあっても何これって言われてちょっと恥ずかしかったもん。あ、なんでもないですって言いましたちょっともう3位めっちゃ早くなってきた。コースターね、どれかちょっとねめっちゃ下手くそなのってやり直したかった。よし、あっちゃんいつもありがとう少し待ちそう、屏風を読めなくて変風かと思ったの、恥ずかしい。ヘイフ3ヶ月前だって、うん、めっちゃなんか最近に感じますね。ジュンジュンハートありがとう、あきくんだるまありがとう、あこちゃんタコありがとう。ちょっと本当に全然読めてなくてもうごめんなさい。もう鼻毛なくなあ、もうまた来たねえ、もう本当に大丈夫ですよ、ゆうとゆうとありがとうなあもうありがとう、みんなそんな応援してくれるなんて嬉しいです。タタワータワータワー、人間ベモちゃん4月4日4月1日ベモちゃんね、そうみんななんかベモちゃんをやってくれたことにめちゃくちゃびっくりされてた方いました。
そうでもあの日は私がセリフ考えてやったので、なんかいつもミユが結構こう私がこういうのがいいんじゃないって言ってミユが結構考えてくれること多いので、あれですね、なんか自分が一から考えるっていうちょっと難しさを知りましたね。本当いつもミユありがとうっていう感じです。ミユってやるときとやっぱ若菜ってやるときとこうセリフの感じがやっぱ違ったりして、なんか楽しいなって思います。はい、ユウトありがとう、皆さんありがとうありがとう。昨日劇場入ってきたジモちゃん出てなかった。そうなんですよ、悲しい。もうたくさん研究しました。でも見せ方をねリーダーパチパチありがとう、ジュンジュンありがとう、レインボースターかな、キくんどうもありがとう、リュウジハートありがとう。昨日研究成果の知らなかった、えなんでなんでよ。で見て、なんかどっかのグリッターつけたらめっちゃ可愛かったんけど、なんかステージ映えしそうなグリッターで、なんかね、普通に直接見ちゃうとちょっとなんかギラギラしすぎてちょっと派手かもしれない。どこのグリッターどこなんだろう、そんなにめっちゃ高い韓国わかんない。今日なんか見てて可愛いと思って、シピシピじゃないな、どこだろう、なんか韓国っぽい感じ。グリッターだ、あのね目のキラキラですね。今日お誕生日おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーニア、ミミミオリさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、いい一年にしてください。何分から始めたっけ、ちょっと何分から始めた、ちょっと待って待って待って、おめでとうジュンジュン、タコありがとう、ちょっと待って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 ありがとう、皆さんすごいありがとうございます、あ私がありがとうございますとか言っちゃったいやありがとうございますと言っちゃったちょいい、あ47、あで25分までにしますね、ちょっと25分まででしますおめでとうございます、もし誕生日の人言ってくださいね30まで25までですまた公演終わったらねゆっくりね話したいんですけど、昨日が誕生日おめでとう、もうね素敵な一年にしてください。ちょっとないなってめっちゃ時間全然分かんなかった、全然10分しか経ってない気分。あこちゃんにろちゃんありがとう、明日はねちょっと公演だから配信が難しくて、今日もこの後練習とかしなきゃいけないの、生まれ前にスクショタイム、何がいいかな、何がいいポーズ、リョッキーさんありがとう、え実質セーター2月じゃやったんですけど、違うなんかあの明日の入るファンの方が多いから生誕祭みたいな、なんか生誕祭みたいですねみたいな言ったらなんかちょっとあのなんかなってました、ブリッコ、モモポーズ、若干あのコハタに取られつつあるモモポーズ仲良くコハタンとあの
桃ポーズしてます。メモっちゃんこっち見えないな、なんか刺してるみたい。いけたかな。先に寝ます。おやすみなさい。大草原ふかひのこのわらわらの方が面白いわわらわらのが面白い。カタルシスポーズそんなのあるっけ。 F ポーズ、キラキラピース。めっちゃキラキラしてる目が。すごいね、めっちゃ桜降ってる、ずっと降ってる。ヨッキーさんかありがとう。ちっちゃちっちゃちっちゃ。30分で3000人超えたって。これ1時間やったら絶対5000人なわけないやん。あえて孫ん無理だわ。指ハート無理です。今の作家さんにしたらいい。落とし子に寄ったって。これ誰かと写真撮る用ですね。自分の顔くっつけてこうやってカチあと5分やでだって。あ、ちょっと待って。ってことは壇上読んでいきます。ちょっと今日ゆっくり読めなくてごめんなさい。13位、あきくんありがとう。永遠にハート投げ続けてくれてありがとう12位、レオッキーさん4国民だね、ありがとう。じっちゃんに伝えときます11位、じゅんじゅんありがとう。やっと入れるんや、楽しみや10位しんちゃんありがとう9位しまっとにありがとう8位リーダーどんべやこありがとう DMM 見てね7位ともたん、ともたんありがとう。ともたんかわいい名前だな。6位にろちゃんありがとう。最後に全部見せます、ありがとう。5位カリコありがとう。カリコさん最近ファンになってくれたんかな、全然わかんないです。4位カズくんありがとう、嬉しい。3位ほっちゃんありがとう。全然さカメラさこっちじゃないのにこっち見ちゃうよね。2位ゆうとありがとう1位カフェオレおめでとうありがとう。1位おめでとうございます。それではね、今日の何ですか。はい、今日のタワーのあれを見せていきます。最後にスクショですね。ありがとうカフェオレ。3 2 1。はい、あ、ランダム、ランダム、ちょっと待って、タワーのおさらいしてからランダム見ますね。はい、3 2 1、パシャパシャパシャ。みろちゃん、はぁ、3 2 1、よし、パシャパシャパシャ。カリコさん、3 2 1、オッケーオッケーオッケー。写真会あと2つです、ちょっと お付き合いください。3 2 1、よしよしよし。通天閣なん、待って、通天閣だった、間違えてた、ずっと。
ゆうと3、2、1 OK ですOK ですって写真家になってる。ああとランダム何番にする、なんか言って番号早く、なんか番号言ってよ早く48。いやめっちゃあるやん、定番化してるやん。48キクヤンさんおめでとうございます。あ裏返っちゃったキクヤンさんありがとう。48ラッキー48ですありがとう。今25分。じゃあ明日の意気込みは、明日の意気込みは写真を忘れず頑張っていきます。ありがとう、頑張ります。すごい30分ぐらいで約4000人盛りました、ありがとう頑張ります。見に来てください、ぜひ DMM でも見守っといてください。応援パワーお願いします。それではありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい。